ああ、最近思想や考え方変わったんだな、この人っていますそこまで人間を定点観測していないのでわからないんですけど、ただ、えっと、えっと、もう僕より多分若い人が多いと思うんですけど、あの、どこか心に留めといて、後で気づいて納得してもらいたいのは、え40歳を超えた男性はもう変わりません。治りません。<laughs> だからその、あ、この人ってこういうとこ変えればいいのにって思って、変わったり治ったりするのは、多分40までです。えっと、これあの、本当に偏見の可能性もあるんですけど、僕が今までいろいろ見てきた中で、結構な割合でこれは真実である可能性が高いです。なので、今若い人でその、たまたまその周りに、を、年取ってる人いない、 っていうのはあると思うんですけど、そのうち人生生きていくと、その30代ぐらいの時は割とこう柔軟だった人が40になって突然考え方が全然変わらなくなったりとか、老化化したりとかあると思うんですけど、あ、このことを言ってたんだと思って今日は帰ってください。<laughs> はい、今日のお土産はそれということで。40以降はなんで変わらへんのうーん。なんでかどうかまで行くと、そのなんか、 脳の劣化だったりとか、運動神経が下がるとか、代謝が悪くなるとか、いろんな理由があるかもしれないんですけど、えっ、ー、と、結果だけ言ってます。原因はわかんないです。ああ、えっ、ー、と、まあ、僕40超えたので、その、なんだろうね、無意識のうちに老化化するんじゃないかと思って、その、さっき僕がその40になったら性格は変わらんみたいなことを言ったんですけど、これわざとなんですよ。 あの、僕はそうならないようにしたいと思ってるけども、それを言い続けてると、周りでなんか僕が老害化した時に言ってくれそうじゃないですか、周りの人は。で、多分ね、老害になった人って、自分が老害になったっていうことすら認識できないから老害だと思うんですよ。なので、なるべくその、自分も老害になってるんじゃないかなっていうのを試みる機会を増やしたいと思っている41歳の、はい、僕でした。 自分の意見が通ることが多い人がそうなりそう。そうそうそう。あのね、偉くなると、あの、偉いせいで自分の意見が通ってるだけで、言ってることが正しいから自分の意見が通ってるわけじゃない時があるのよ。結局その、自分としては自分の意見が正しいから通ってると思ってるんだけど、周りは、あ、まあこの人偉い人したからって言って納得してるだけっていうパターンがあって、でもその違いはもうわからないんだよね。だって、いや、あんたが偉いだけだから信じてるっすよみたいなことは言わないじゃん。 あ,あ、さすがっすね、そうっすね、みたいなこと言われるんだけど、それは単にこう、偉いからとか、年取ってるから言ってるだけの可能性があるので、気をつけた方がいいと思います。はい。いやーでもね、だからね、気をつけた方がいいですよ、老害は。うん。なんだろう。結局さ、その、自分が正しいと思って言って、でも周りは老害だから、それを受け入れてると、今度はどんどんその、情報の精度が悪くなるんだよね。結局その、 相手を説得するために必要な材料っていうのを自分が集めなくても相手が説得できてしまうから、どんどんその材料集めをしなくなっちゃうと思うんだよね。だからその、僕がだからその、底辺の皆さんでもわかるような言い方をわざとしているって話をしたじゃないですか。だからその、そこまでしなくてもみんなが、あ、そうっすね、そうっすね、さすがっす、わかるっす、みたいなことを書くと、あ、わかるんだ、へえ、みたいなので、その、 他の人たちっていうのがどういう語彙を使ってるとか、どういう理解度かっていうのをわからないままこう勝手にどんどん突っ走ることになり、そのギャップがどんどん広がっていくっていうことになったりするので、あの、年取った人は気をつけた方がいいですよ。